そして本日、灯火として、ボランティアで皆さん来てくださいました。約100名ぐらいの方が、こういった町の遺産をですね、今後ともずっと、後世に伝えるために私たちも一生懸命頑張りますので、本日ご協力してくださった皆様、また、見学に来られた皆様もですね、喜んでもらえたら本当にありがたいと思っております。今日はこの大好きな浜の浦の棚田にたくさんの明かりが灯るということで、本当に楽しみに今日という日を待っていました。Thank you.